JP ですかね、まとめ役みたいな。マリーザっすかね。 DJ です。元気もらいたいなって。ダルシム頼りになりそうだなと思って書いてお願いします。まあ、残機とかですかね。 DJ 陽気だから、まあ、ブランカですかね。 DJ やっぱルークとかいると明るく、みんなやっぱおとなしい人が多いから。ラシードですね。チームが困窮してもとても余裕がありそうだからです。チュンリーですかね。チュンリーですね。まあ、チュンリーですかね。とルークですね。ルークですかね。明るくしてくれそうなイメージがあるんで。ザンギエフですね。即決です。悩みますね。リュウですかね。日本人だからです、言葉が、はい、コミュニケーションが。ローリングアタック楽しそうだからですクアドリアですね。相手吹き飛ばしたい。まあ、それこそヨガテレポートを使いたいですね。行きたいところに行けるって結構夢だと思うんで。ダルシムの伸びる手足、まあ、ヨガファイヤーですかね。やっぱ体から火が出るのはそのかなり生存能力が上がる。何があってもヨガワープ、海外行くの楽なんでDJ の3ビートコンボです。技の締めに DJ がオギャーって言うんですけども、それが非常に共感持てるところがありまして、それはそうよねっていう、その掛け声になるよねっていう感じですね。ヨガフロートですね。受けますからね。いろいろ便利だと思います。ダルシムの大パンとか中パンとかですかね。もう腕伸びた方が生活楽そうだなっていう。春国殺ですね。立川君に打ちたいですね。残機のチョップですかね。やっぱり魅力と美しさ。ブランカの電撃、スマホ充電したい時とかにもうちょっとビリビリとか。イクサのヒカルくんですね。かける選手ですね。日本のストリートファイターを盛り上げた、まあ、第一人者って言えるんじゃないかなっていうぐらいの活躍を見せてくれたので。一人は、まあ、龍吉くん、あともう一人はレッシャー、韓国の、まあ、今後チーム編成の時の選択肢が増えると思うし、海外の選手もこれに向けて頑張ろうっていう風になると思うんで。レッシャーですね。どういう活躍するのかな、どういう練習でどういう伸び方するのかなとか、そういうのも込みで。モッチーさんになりますかね。モッチー選手ですね。龍吉選手と大黒選手ですね。まあ、去年からずっと一緒に練習していて、かけちゃう、かける、僕に重なるそのリーダーで緊張感もいろいろあると思うんで。リジェクトのレシャー選手ですね。同じキャラを使っている、まあ、トリベシ選手というか、まあ、彼の動きから非常に勉強になるものもあるので。梅原選手ですね。楽しみにしてます。モッチーさんですかね、今回特に。同チームのモッチーさん、強さの可能性が未知数なんで。マチャボー選手、よく対戦とかしてたりしてたんですけど、すごい楽しみにしてますね。かけるですかね、かけちゃん。で、板橋ザンギエフ選手で、今年は爆発するんじゃないかなと思ってるので、チームメイトながら期待しています。最終カンソル熊本さんですね。最終カンソル熊本です。梅風がいるので。最終カンソル熊本さんです。最終ガンソル熊本さんです。クレイジーラ君を注目しています。去年一緒に組んだシュートさんのいるクレイジーラ君。リジェクト CR は本当にストリートファイター6から来たチームで、勝ったら盛り上がるんだろうな業界みたいな。クレイジーラ君さんとかは、まあ、すごく注目、こう視聴者の方が増えるっていうのはすごく、楽しみにしています。バレル、個人的になんか負けたりするとうるさい選手が3人ほどいるんで、あそこにはいろんな意味で負けたくないなと思ってます。最瞬間が多分今年はすごいビッグネームばっかりなんで、かなり平均年齢も若いっていうこともあって、イブシギンは注目してますね。グッドエイトスクワットですかね。去年
一番大会で結果を出した選手を揃えているのがグッドエイトスクワットさんなのかなっていうふうに思います。 CR ですかね。かなり強いメンバーを揃えてきたと思うので、グッドエイトスクワット多分すごい強いチームだったと思ったんで、熊本ですかね。誰がどう見ても強い、誰でも4番でいいじゃんし、誰でも1番でもいいのではみたいな。ハンバーガーを食べます。ブラックコーヒーを飲むのが、まあ、ルーティーンになってますね。ルーティーンっていうのはないですね。あんまないですね。ルーティーンは作らないことにしました。そう、まあ、カフェインを取るぐらいですかね。絶対バナナ食べてますね、朝起きたら。試合の日ってすごい緊張するんで、食欲なくなるんで部屋の中を歩き回ってますね。その試合勝ったらどうなる、負けたらどうなるを考えてたら、気づいたらめちゃめちゃ家の中歩いてて、体結構動かしてから散歩、ランニング、腹筋みたいな感じですかね。僕あの富山にいるので、こう山の方にこう散歩しに行ったりとか。指のマッサージをすること、握っている方の手はなるべく固定するようにして、握られている方はこんな感じで。試合前にお風呂に入って体を温めて、試合まではご飯食べないですね。メメントモリです。人間はいつか死ぬので、今を楽しく頑張っていきましょうという意味がすごい好きなので。あ、これ知行合一が好きですね。知識があってもあの本番でできなきゃ意味がないので、まあ、当たり前だと思わないっていうことですかね。まあ、なんかその今の状況すごくありがたい状況なんですけど、そうじゃない時期もたくさんあったんで。ゲームですかね。心は熱く頭は冷たくみたいな、その頭で冷静に考えつつも熱い情熱は忘れない。まあ、冷静沈着っていう言葉が格ゲーにおいて結構大事だなと思ってて、一応情熱、多分周りから見てすごいなさそうに見えると思うんで、やっぱ座右の銘に置きたいですね。トレモトレモってやっぱ裏切らないんですよね。面白いことにそのトレモしてれば知識がついてくので、はい、その知識は絶対に力になるんで。僕あの括弧不抜っていう言葉が好きで、こう揺れ動かずマイペースに突き進むみたいな。明日は明日の風が吹く、実るほど神戸の垂れる稲穂かな。普通ですかね。普通がやっぱり一番だなって思います。初めて初参戦っていうこともあるので、 SFL の舞台で戦えるっていうのがすごい楽しみですね。使い手が減ってるのかなって思ってるんで、結構そこをマリーザで活躍してる姿っていうのをちょっとお見せしたいなって思ってます。まあ単純に梅原フードと組めるっていうのがもうすごい楽しみで、僕以外のメンバーがすごい年上なので楽しみですね。まあ樋口梅本はあの SFL で一緒に出たことがないんで、まあ、どういう作戦会議になるのかなとか、どういうオーダーになるのかなとか、まあ、そういうのは楽しみですね。まあ、梅原さんと一緒に組むっていうのは楽しみですね。プレーオフ、グランドファイナルに行ってこうたくさんのファンの方の前で試合をするっていうのが、それを楽しみにしてます。梅原さんと対戦することですかね。大きい舞台で梅原さんと対戦するってみんなの目標だと思うんですけど、今年はそれができるんじゃないかなと思ってワクワクしてます。今年ならではの2ディビジョン制なんで、それがこうどういうふうにこう見えて、どういうふうに見せれることができるのか。2リーグに分かれてやるということなので、そこはすごい楽しみにしています。ジャストパリー愚直なところです。時間をかけて取り組むっていうところがそうなのかなっていうふうに思います。こう言葉をもらえると、それはなんかいい感じに自分の中で消化できるっていうところですかね。どんな状況でも普段通りのプレーをするよねっていうのをよく言われるし、自分でも心がけてますね。練習は多分誰よりもやると思います。ずっと試合だけやって体に染み込ませていくっていうのが昔からのやり方なんで、試合全体を見て行動をするっていう、対局観的な。
相手の狙いを見極めるのが結構得意で、そこにこうピンポイントで狙いを合わせるっていう、そういうプレーが得意ですね。まあ一つ挙げるとしたら集中力になるのかなって、こうグッと向き合った時の集中力ですかね。他の人があんまり思いつかないような攻略だとか攻め方だとかは結構使ってるイメージがありますね。全勝優勝です。全勝です。去年の成績を超えてやりきることです。去年一昨年とあまり勝ててないので、まあ、今年はもっと勝って、まあ、チームに貢献していきたいなと思いますね。分かりやすく勝利数1位ですか、勝率1位、結果としてチームにも貢献できると思うので。負けないこと、まあ、格闘ゲームってやっぱ勝つことが全てなんで、全勝するくらいの気持ちでやりたいなって思ってます。全勝、やっぱり一回も負けずに頑張りたいなと思いますね。竹内ジョン選手とかナウマン選手とか、その選手たちには負けないように。ラシードもジェイミーも出てくる、まあ、2キャラ使いこなせたら全勝は全然いけるのかなっていう。リーグの中でいうと、まあ、勝ち越しですかね。一応全勝したいなと思ってます。できれば、はい、いきなり敗れるかもしれないですけど全勝したいなと思います。